オールドサウス集会場は1729年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンのダウンタウンクロッシングのミルクストリートとワシントンストリートの交差点に建てられた歴史的教会。1773年12月16日、ボストン茶会事件の集会が行われたことで知られる。当時ボストン市内で最大の建物であり、5000名以上の入職者たちが集まった。 1729年56メートルの戦闘を持つ教会が完成した。1630年にジョン・ウィンスロップが創立した改修派教会であるボストン第一教会から1639年に分岐集会した。ボストン第一教会牧師ジョン・ノートンの未亡人ミセス・ノートンから土地が寄贈された。初代牧師はイングランドのソールズベリー出身のトーマス・サッチャーであった。 サッチャーは、医師でもあり、マサチューセッツ発の医学論文を出したことで知られている。2010年、オールドサウス内部1770年のボストン虐殺事件の後、1775年まで、毎年ジョン・ハンコックや、ジョセフ・ウォーレンを招いて、追悼記念として集会していた。1773年、5000名が集まり、イギリスの課税に関して議論し、 その後一団が近くに停泊した茶を積んだ貿易船3隻を襲撃して、後にボストン茶会事件と呼ばれるようになった。1775年、集会場は革命派とつながりがあるとしてイギリス軍に占拠された。イギリス軍は建物内部を破壊して土砂を敷き乗馬練習場として使用した。内部を破壊しただけでなく、塔に隠していた。 ピルグリムファーザーズのウィリアム・ブラッドフォードのオブ・プリマス・プランテーションの貴重な原本などを強奪した。1872年のボストン大火において集会場はほとんど消失するところであったが、ニューハンプシャー州ポーツマスから消防車が到着して消し止められた。しかし火は住宅街からバックベイに向かって広がっていった。カプリースクエアに新たなオールドサウス教会を建て、 現在に至る。一年に一度、感謝祭前の日曜日にオールドサウスは、教会ではなく、集会場に集まる。オールドサウス集会場オールドサウス集会場著名な、集会者三世紀にわたり、オールドサウス集会場は重要な集会場となっている。アメリカ合衆国の独立の前、抗議集会の場として知られ、マウスハウスとも呼ばれていた。 アメリカ合衆国国定歴史建造物に認定され、表現の自由の本場ともされている。現在、博物館として一般公開されており、会合、会議、表現活動などに使用されている。ワシントンストリートとミルクストリートの交差点に一致している。マサチューセッツ湾交通局のステート駅、ダウンタウンクロッシング駅、パークストリート駅から近い。 アメリカで現存する2番目に古い建物とされている。ボストンランドマーク委員会によりランドマーク認定の協議が行われている。ありがとうございます。